どうもゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は質問をいただきました。ユーティリティでパンチショットを打つんですが、ボールが少し左に行ってしまうんですけど、こういう質問をいただきましたので、それについて少し解説していきたいと思います。狙ったところにボールを打っていきたい、これはどんなゴルファーでも必ず考えてますよね。そんな中で左に行ったり右に行ったり、なぜそうなるのかというのは分かっていれば対策ができますので、今回はなぜ左に行くのか、パンチショットとして、それを解説し、そして改善方法を最後に皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。本当に皆さん毎週会える、それは本当に楽しみです。ありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、今回はユーティリティでのパンチショット、なんで左に行くの、これについて解決していきますからね。では早速いきたいと思います。パンチショット、非常に有効なショットです。まず打ち方としては、フルスイングではなく途中まで肩から肩ぐらいの振りの幅でボールをバチンと打つようなショットになります。これを打つ際にボールを少し右に寄せていくことが多いです。ボール半分ぐらいかな、ちょっと右に寄せていきます。構えて上げます。そしてボールを捉えて強く打ち抜いていくんですね。じゃあこの強く打ち抜いていくときに、ボールが右にあると何が起きるか。ボールが右にあるとクラブフェースがかぶって当たるんですね。ですからこのボールを打ち抜くときに、こういう感じでドロー回転がかかってしまう、こういうことが結構多いんですね。こんな風にパンチショットを打つ場合はボールがまっすぐに飛ばない、それはボールを少し右に寄せてフェースがかぶって当たってしまう、それによってドロー、左にボールが回転してしまうと、こんなことが起きていくということです。じゃあそれどうやったら直せるのかということですが、ポイントは2つあります。まずこのドローをなくすというのが1つ、もう一つはドローをしても結果的に自分の思ったところに打っていく、これがもう一つ、二つになります。順番にいきましょう。まずドローをなくすですが、このボールを右に寄せている、これをなくしましょうということです。ですからパンチショットは少し右に寄せることによって打ちやすくはなりますが、あまり右に寄せずにほぼほぼ真ん中の状態で打っていけば基本的にまっすぐ打つことができますので、それで打ってみてください。2つ目、少し右には寄せてドローもかかるんですが、これによって内側からクラブヘッドを入るような状態にできますので、少し右に打ち出して左に戻ってくるドローを打ってしまうということです。ですから右には寄せていくんですが、こういう感じでちょっと外に打ち出して内側に戻してあげる、これで目的のところには行きます。こんな風に狙ったところに最終的に行けば問題はないので、曲がること自体、ボールがまっすぐ行かないことが問題ではなく、自分の思ったところに行ってないということが問題なので、それが自分の思ったところに行くように調節してあげれば大丈夫ですよということです。こんな風になぜ曲がってしまう、なぜそっちにボールが行ってしまうかっていうのを解決してあげれば大丈夫ということになります。そして最後にちょっと補足、いやボールを右に寄せているわけでもなく、なぜか左に行ってしまうんですけどということであれば、最後の一つこれです。このパンチショットというのは腕の動きでボールを打っていくような傾向があります。ですから例えばこんな風に極端に言うと、腕で右から左に動かして体の動きが止まってしまう傾向があるんですね。ですから自分の構えているこの向きに対して右から左なので、こういう感じで左にズドーンと打ってしまっては、それはボールが左に行っちゃうんだけどなということになります。ですからこのパンチショットをする上で、あくまで振りの幅が少し抑えられているんですが、体の回転、肩を回し、体重を移動する、この動きはしっかり入れていかないといけないんですね。ただインパクトでバチンと打って、そして、フィニッシュをピタッと止める。ですからこの状態からこういった形で打ってあげれば、基本的にボールはまっすぐ打つことができますので、それで
狙ったところにボールが行くように打ってみてください。こんな風にパンチショットは非常に有効なんですが、そのショットの特徴から少しスイングが崩れやすい部分があります。ですから有効に使えば有効なんですけど、それによってスイングが崩れることもあり得るということです。なのでそれはなぜ起きるのか、それをしっかりと覚えて知っていただければそれに対する対策ができますので、そして狙ったところに打てるようになるという感じで解決していきましょう。今回は質問をいただきました。それについて回答できたかなと思います。ぜひわからないことがあれば何でも質問していただければこのように動画にしていきたいと思いますので、コメントをぜひいただけると嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。